ります。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは初球打ち伸びていく、どうだ、入れば、はい、バッターは7番に入っている坂本。ジャイアンツこの回追加点を許しています。インサイド落ちました、決めました、ファールボール。よく見ています、打ちました、打球は右中間へ。バッターボックス小久保、ツーアウトになっています。打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトです。2回の裏になります。さあジャイアンツこの回は4番から始まります。王が打席に入ります。打ちました、取りました、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは5番田淵。藤波、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました、ボールになります。2球目は何で来るか、ボールになります、ボール先行です。これが3球目、この打球はファールグラウンドへ、切れていきます、ファウル。インコース決めてきた、2ストライク2ボールと追い込んでいます。落ちる球を持ってきました、3ボール2ストライクです。外れてフォアボール、ワンアウトからランナー出ます。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは初球は外、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね、さあ何を狙っていくか、打ちました、ショート取った、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。3回の表ドラゴンズの攻撃、バッターは9番に入っている古田。ジャイアンツビハインドで最終回、インコース詰まりました、この打球はフライになっています。打順はトップに帰って糸井、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。赤堀、まずは先頭バッターを打ち取って三遊間抜ける、ワンアウトランナー一塁です。バッターは今日 DH に入っている大谷、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。外れてボール、さあ3球目は何か、追っつけて打ちました、この打球は落ちそうだ、三塁線落ちました、ジャイアンツピンチになりました、ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。さあ追加点は許したくないところ、まあここで点が入ると厳しくなってきますから、落ち着いて自分のピッチングをしてほしいですね。なるほど、そうですよね。変化球打った、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそして打席には筒香が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。ここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたいですよ。なるほど、そうですね。ストレート打った、ショートが抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターは小笠原。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。初球打ち、アウト、ワンアウト。打席には8番バッター丸。赤堀、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク、2球目も決まります。打ちました、村上、ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている野村。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。今のはよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、胸元へ決めてきました、ストライクです。ツーボールツーストライクです。内へ持ってきましたが外れました、フルカウントです。高めのボール、センターに抜ける、ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。
打順は1番に帰ります。バッター高橋、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。今のはバッターよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。内野フライ。